前回のあらすじ、立花軍の来襲を受け、動員可能な全兵力を持って、迎撃に向かう黒田軍。大激戦の末、黒田軍は立花軍主力を撃退。逆に防備が剥がれた敵城、久留米を攻略し黒田の支配下とする。しかし黒田軍も損耗著しく、それ以上継戦は不可能であった。かくして立花軍との最初の戦いは幕を閉じ、九州北部には束の間の平穏が訪れる。苦境を乗り越えた黒田家、反撃の一手を模索するため、密室にこもる男二人は不敵な笑みを浮かべる。果たして黒田官兵衛は、勢力の拮抗する情勢を打破し、九州制覇へ大きく前進することが、できるのだろうか。父上、こたびの戦勝、誠に執着至極に存じ奉りまする。うむ、長政、大変厳しい戦であったが、よくあの高橋城運をまた兵と共に抑えてくれた。こたびの働き、誠大義であった。は、ありがたきお言葉にございます。時に、長政、こたびお主を呼んだのは他でもない。これより話すは、当家の行く末を左右する重大な内容じゃ。は、かしこまりました。しかしそのような重大な話を、それがしの耳ですか？善助や小早川様は、善助は一件頼み事を授けておるゆえ、不在じゃ。高影殿は、どこに行かれたのかのう。里帰りやもしれぬな。は？高影、久しいな。息災であったか？はは、おかげさまにてこの通り。父上におかれましても、息災のご様子、誠執着至極に存じまする。うむ。通数では雲が見ていたくやられたと聞き及んでいた上、もしや処断されたのではと案じていたところよ。いらぬご心配をおかけいたしました。面目次第もございませぬ。何、詫びるに及ばず、親としていないて叱るべき心情である。して、高影。はは。こたびは何を見てわしの元へ参ったのだ。もちろん、父上のご機嫌伺いにて。つまらぬ建前などつまぬかぬでよい。お主が毛利とは異なる道を歩む決意をしておる旨、うすうす察しておるわ。黒田官兵衛とやらに、背を預けるのだな。はっはっは、それは、父上のご想像にお任せいたします。一つ偽りを白状するとすれば、父上のご機嫌伺いではなく、正しくは父上、そして慈恵元春のご機嫌伺いでございます。はっは、あくまで芝を切り通すか、よかろう。その度胸に面に二つ教えてやろう。一つ、お主はこれから元春を改造するため、あの者の元へも向かうのであろうが、あやつもお主と同様、簡単には誰にも付き従うつもりはないらしい。二つ、わしがその気になれば、元春は元より、黒田を下すこともたやすきこと。たった今、お主の動きも確認できたことで、黒田を内部から崩せる可能性は極めてわずかとなった。であればもはや、武前に対し表立った遠慮は必要あるまい。なるほど、父上はやはり、九州を狙われますか。ふっふっ。思うていたより落ち着いておるな、高影。それは、父上の子にござりますれば、父上より情に訴えかけた説得などされず、かえって安堵しておったところにございます。ほう、わしが親子の情に訴えかけ説得すれば、お主はすぐにも久保田を裏切ると申すか。あるいは、ふっ。ふっはっは、うむ、やはり我が子の中でも、高影を、お主が最もわしに似ておる。よくもまあ、そのように平然と実に向かい偽りを吐けたものよ。これは、光栄の至りに存じまする。黒田官兵衛にしかと伝えよ。この元なびとは相対さんとする度胸。あっぱれ、されど、武前攻略など我が毛利勢にかかればたやすきこと。平々の義道の守備を怠らぬようにせよ。とな、もはや、お主が黒田を内側から喰らうつもりか否かなどはどちらでもよい。高影、お主の描く野望、実現してみせよ。は、では、これにて失礼いたしまする。出ていよ、もう隠れぬでよい、出てまいれ。いやはや、よもや小早川様が、あの黒田官兵衛に聞くとは、これは一層、九州上陸が難儀となりましたな。ふん、貴様ごときに我が毛利を図られたくはないわ。これは失礼なことを申しました。どうかご容赦くださいませ。まったく、そういうのくせに食えぬやつよ、出ていよ。お主が気づいておった立花との脈、使うぞ。これで高影が誠に黒田と共に動くつもりなのか否か、はっきりするであろう。御意、ではそのように手配いたします。殿、撫島直重様がお戻りになられました。おお、誠か。すぐにここへ通してくれ。はは。失礼いたします。
鍋島直重、ただいま帰還いたしましてございます。直重殿、よくぞ無事に戻られた。帰省した黒田軍の狂気機、久留米城を奪還せしめんといたしましたが力及ばず。何を仰せか、撤退する我らのための時間稼ぎを、しんがりとして仕方を務めくださった。猿今山での戦にて、果敢にも野衆を観光し、大友軍を打ち破ったその地位、味方として大いに心強く思うております。それがしにはもったいなきお言葉にて、そこまで買っていただいている以上、それがしも手ぶらで帰還というわけにも参らず。ほう、何か手土産が？はい。実はそれがし、かねてよりも織と幾分かのつながりがございまして。今山での戦に際しても、大友の背後を突くよう踏みを出したとか。はっはっは、ご存知でしたか。その毛利より、近々九州の黒田へ攻撃を仕掛けるとの密使が。なんと。毛利はすでに山陰、山陽の大半を手中に収め、中国地方の残る諸勢力は吉川、末のみ。さらに言えばその末家は今まさに毛利の猛攻にさらされ、もはや滅亡は確実なものとなっております。なるほど、末家を滅ぼした後は、いよいよ下関を挟み黒田と対峙すると。仰せの通りにございます。至るべき黒田攻めに備え、立花は今のうちに南の加藤家を併合し、国力増強の上、西より黒田へ再度攻め込まれたしと、そういった旨も毛利からの要請にございます。なるほど。しかし毛利からそのような話が来るということは、黒田に下った小早川高影は、もしや元より黒田を裏切るつもりであったと？その点の真意は定かではございませぬ。ただ、小早川高影が単身、毛利も隣と面会に臨むべく秋に渡っていたとの情報がございます。黒田官兵衛、そして小早川高影、一体どこまで勘ぐればよいものだろうか。正直、何とも言い難し状況。されど、毛利家からの密使はおそらく偽りにあらず、また、先の統計の敗戦によりそがれた国力の回復を図るため、毛利との連携に応じ、立ち回るは妙手とも言えます。仮に南の加藤清正を攻めるのであれば、黒田に圧力がかかっている今こそが好機と言えましょう。うむ、その通りであるな。そうとあらば直ちに軍議を開かねばならぬ。直重殿にも列席願いたいがよろしいか。はは、承知いたしました。あら、お交代、お久しぶり。お、おみきさん、目の病は大丈夫なんですか？ええ、この通り、良いもんだになるわ。運が良かったのよ。ねえ、聞いたことあるでしょ？最近老化の菌をくくる薬売りさんの話。あ、はい。噂だけは、何でも、とてもよく効く薬を売っている優しいおじいさんだとか。そうその人、その人の薬のおかげよ。何はともあれよかったです。もし、そこのお二人、少し良いかな？あら、いい男。ちょっとおみきさん、お侍様ですよ。失礼いたしました。お侍様、私たちに何か？うむ。今お話しされていた九段の靴ひらが、まだこの豊川町におるのか？向こう行ったら南の通りで商いをするとおっしゃっておりましたので、おそらくならいらっしゃいますよ。そうか、語りてない。ではこれにて。あの、お侍様もお薬をご所望で？いや、最近豊川町で頻繁に噂話を耳にするのが、その出所がどうも、その靴ひらしくてな。いや、少し話が過ぎた。では、これにて。では、毛利も本領秋でも、黒田攻めの準備が進められているらしい。そういうことなのだな、靴ひを。へえ、もちろん秋の商人どもの噂話でございますが、されど古来より、秋ないとは商品とともに情報が世の中を回るもの、火のないところに煙は立たぬというやつにございます。ふむ、言い得て妙じゃのう。ところで、お主も売っているそれは目薬か。さすがは大友のお殿様、お目が高い。目の疲れに効く薬草を原料とし、あまり死にず、痛みも少ないながら効果は抜群にございます。ほう、よし、話も礼じゃ、いくつか買おう。ありがたき幸せにございます。館を出る際に、案内人より金銭を受け取るがよい。は、では失礼いたしまする。して、あの者を連れてきたのは毛利の動きに関する話を持っていたからか。は、実は当初より、秋の隣国城を見て、毛利の戦支度が活発化しておるとの情報を掴んでおりました。加えて先ほどの者が申す通り、仮に本領秋でも支度がされているとなれば、いよいよ毛利と黒田の戦が近づいてまいったとも取れる上、九段の話を総員様のお耳に入れるよう、あの者を連れてまいりました。無論、神田を増やし毛利の動きをさらに探らせております。裏付けが取れた場合に備え、当家の方針を定めておくべきかと存じますが、いかがでしょうか。うむ、近づく、大義である。先の黒田城への進攻が失敗に終わっていこう。半途閣内に至っておらぬ。この状況を打破するためにも、ここぞという時を見計らい、軍を動かせるように致せ。
ではやはり、我らも再度黒田攻めを。うむ。しかし黒田は我らを警戒し、防備を固めておろう。穴場も狙っておく。穴場、にございますか？うむ。水軍を編成しておけ。場合によっては周囲の勢力の異常をつけるやもしれぬぞ。迅速に動けるよう、おのおの準備を怠るな。はは。そこ、草の陰に隠れず出てきてはどうじゃ。しがない薬売り一人を、惰性で取り囲むものではあるまい。善助殿からのご指示を賜り、お迎えに上がりましてございます。おお、陰の部であったか。わざわざこんなところまでご苦労であった。いえ、ご無事もお戻り、何よりにございます。元高様。いやー、なんのなんの。我が父、重高より伝え聞いた薬売りのいろはを真似てみたまで、たまたま噂話が、あの日が近づくに伝わったのは運が良かった。さあ、これで種は巻き終えたかのう。はい。大友軍が動くのを待つのみにございます。うむ、ではせがれ、官兵衛報告に戻るとするかのう。はは。隠して諸勢力の思惑が交差しながら、ゆっくりと、されど確実に事態は動き始めていく。毛利勢はその勢いのまま、長門の末家をついに攻め滅ぼすに至り、下関海峡を挟んで黒田と国境を接することとなる。立花軍は、相良家支配下にある肥前島原、日の江城を攻撃、国力増大を図る。しかし官兵衛はその隙を見逃さず、大きな企てを前に、手薄となっている立花家の征服事情を攻撃。例に漏れず、留守を預かっていた立花銀千代が火兵にて迎撃を試みるが、奮闘も虚しく、部隊は壊滅。黒田軍に捕獲される。しかし官兵衛は、丁重にもてなした上で、あっさりと銀千代を解放するのであった。立花軍を一掃した黒田軍は城攻めを継続。城内にはわずかな城兵しか残っておらず、ほどなくして征服事情は黒田軍の手に落ちたのであった。一方の黒田軍も、度重なる戦により兵糧が枯渇。部隊は撤退し、この内情は立花や大友などの周辺勢力にも知れることとなった。これにて九州の地は一時膠着状態になるかと思われたが、事態はここから、急展開を迎える。総員様、毛利が動き出しました。ついに黒田領へ攻め込んだか。いえ、それが真逆の毛利領より北東部天苔の合算と名の絵軍を進めておるともよし。黒田に攻め込んでおらぬと、あの靴紐話は偽りであったか。しかし当時毛利が西への勢力拡大に力を入れていたのは事実。木々に放っていた神社からも黒田への進行の動きありと、その裏付けは取れておりました。何故進行先が天子であるから定かではありませんが、おおよそ掴んでいた通りの時期に毛利が動いたのは確かにて、また黒田は立花との連戦により兵糧がつき、とても軍を動かせる状態ではないとの濃い声も入っております。南方の伊藤家も加藤清正と戦闘中とのこと。以上を踏まえ、総員様御自らにご決断いただきたく。うむ、これほどまでに他方の憂いが弱まっている後期もそうあるまい。水軍に出航準備も命を出せ。これより我らは手薄となった都合へ出陣いたす。我らの活動は因縁の毛利、この喉元にあり。大友総理は大胆な行動に出る。回路を活用する必要が生じる可能性を排さず、準備を進めていたことで、想定と異なる事態に、毛利の背後を突くという選択を即時選び取り、2万4000の軍勢にて毛利へ進行を開始した。しかし、なんと恐ろしきことかな。毛利も隣は所要各所に、小単位ながら独立で作戦行動が可能な部隊を伏せていたのである。黒田への同時進行を画策してか、あるいは大友による、度重なる密偵の活動を察知してか、いずれにせよ、手薄と思われた周防高森城には瞬く間に毛利軍が集結し、大友軍は激戦を強いられる周防へと飛び込むこととなる。元就の采配は完璧かに思われた。しかしここで、小早川隆景と共に毛利領戦と称された、あの男が動き出す。未だ三人にて実父元就に抵抗していた吉川元春が、この動乱に常時攻勢に転じる。吉川は未だ優勢なりと、元就霊下の雫城へ攻め込んだのである。また時を同じくして、立花勢も動き出した。中国地方での動乱に関する情報がどうしても遅れて入ってくることもあってか、毛利から黒田への圧力が弱まる中、当初の密約通り南の加藤清正が本拠、熊本城へ進軍を開始、慶長の駅にて共闘した優勝、加藤清正を下すべく勝負に出る。黒田周辺の諸勢力が同時に軍を動かし始めた今回の動乱だが、黒田には現在、両国外へ出ていけるだけの兵糧がない、という情報が前提として、諸勢力の認識として存在し、これが黒田という高校の憂いを払拭する大きな根拠の一つともなっていた。しかしこの男を置き去りに、この一大事が完結するはずもなし。ましてやそこに、名だたる実力者たちが集っているのである。ここでもし、黒田に一斉に攻めかかっていれば、あるいは異なる展開となったであろう。しかし詰まるところ、諸勢力は黒田を警戒するあまり、自国の増強を優先しすぎてしまい、その結果、黒田にとって最大の武器となるもの、
審理する時間を与えたことが何よりの失策へとつながったのである。陥落まであと一息じゃ、物ども、押し込めー。あ、兄上。らしくない慌てぶりじゃな胸ます。いかがした？俺が。近づく、今一度も撃て。あ、もういもいともしく、まともに軍勢を動かすことが必ず猿の黒だが、もういからの圧力を受け動けない猿の黒だが、我が本領を陥落させたとも、知らせが参りました。次回、本流のごとく。ご視聴ありがとうございました。